よー、カチッコチョコバータイポンです。それでは FIFA19 アルティメットチーム実況やっていきたいと思います。今回久々にねプロのパックの方が来ておりますので、プレミアゴールド選手パック、5パックだけなので、ちょっとこれ5パック引いていこうかなと。ゴールドパック来てないよね。ゴールドパック来てないですね。ネイマールがちょっと生きてるので、ネイマール出てくれと。昨日惜しかったからね、コウチーニョが出て。さあウォークアウトではないけど、ウォークアウトじゃなくても高額選手が当たらないね。これはタイソンはタイポンならぬタイソン。いいんだよお前、いいんだよ出てこなくて。タイポンじゃない、タイソンタイポンって言っちゃったじゃないかよ。柴崎だと、当たった。柴崎、とりあえずこれは全部移籍しそういきですね。パンパンパーンとポイポイポピーでね。古いかちょっとそれ、さすがにちょっとごめんなさい、古すぎました。ウォークアウト来ないかな。これで俺ベール当てたんだっけ。何で当てたっけ俺。これかな。おお、扉開いた。すんー、これはレバークーゼンの、ひらでつきかな。ひらでつき合ってるね。ひるでつき、ひらでつき、どっちか。うん、まあまあまあ、大阪来た。お、何、ジャパン来てる。ジャパンの、これもしかして中田の、中田来る、これもしかして本気で。日本の波が来てるよ。だってこんな連続で日本人当たることなんかなかなかないよ、中田だけに。いやマジウォークアウトは来ないと。ただ扉開く、脇がちょっと痒いです。おっ、ペリンさんですね。でもペリン安いよね多分。どれくらいしたっけ。ペリンベロッティオ、何、イタリア来てるよ。イタリアがキャロル来てんね。キャロルなんか途中交代からさ、ヘディング要員で出したらちょっと面白そうなんだけどな。で今フェライニがヘディング要員だから、じゃあ残り2パックですけどね、引いていきたいと思います。まあこれでもな、プレミアムゴールド選手パックな、微妙っちゃ微妙だからな。350円のパックだからね言って。ラジュ微妙だ。78、最高かな。じゃあスケロットいる、スケロット可愛い顔して俺のこと見てたわ。見てくんじゃねえよスケロットは。はい、じゃあ最後ですね、こちら行きたいと思います。お願いします。明日もプロパック来るかな。いやー、ウォークアウト来ない。壁ドンだこれは。お、しかも TOTW、 うん、ウルグアイ、 ST、 ジローナ、ヒセアーニですね。うん、でも TOTW 来たからね、普通にこれ1万コイン以上で売れるから。まあ売れなかったとしても、あのなんだっけ、あれね、あれできるからね、クイック売却で安くじゃないや、いけるからね。いらないかなこの人たち、もういいや。うん、クイック売却しちゃいましょう。あ、コシリンだけちょっとあれしとこう。ルーカスペレス残しとこうかな、好きだから、好きな選手だから、好きな選手は残しとく。うん、オッケー。いやー出なかった。今日の動画めちゃくちゃサクッとしてるでしょ。もうこれで終わりだから、これでおしまいです。はい、ってことなんで、皆さんね、ぜひこれ引いた方はね、結果の方をコメントに書いてくれたら嬉しいなと思います。それじゃあここまでご視聴ありがとうございます。この動画が良かったと思ったらグッドボタン、まだチャンネル登録した方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。グッバイ、さよなら、パイオニア。